はい、どうも、こんにちは。GTMAX ガジェット部豊です。なんか、ひっそり始まってた Amazon ダブルポイント祭りのおすすめアイテムを紹介してみたいと思います。GTMAX。本日12月23日から明日の12月24日の23時59分までポイント2倍還元のダブルポイント祭りというのが始まってますね。こっそり始まってる、こそ開催してたんで今回ね紹介してみたいと思います。今回紹介するアイテムは GTMAX ガジェット部のブログにもまとめてありますので、そちらをご覧ください。ポイント還元率プラスダブルポイントでどれぐらいポイントバックされるかっていうのを推計値ですけど記載してあります。で、なんで推計値かっていうと、少数点以下が切り上げなのか切り下げなのか分かんなかったんで、多少前後するかなっていうところがあったんで、ご容赦お願いします。まずこのダブルポイントの獲得方法っていうのがありまして、ここをですねクリックしますね。そうするとこういう風に参加方法っていうのが出てくるんですよね。キャンペーン期間中に対象商品を1回のご注文で合計7000円以上購入する。対象商品というのはダブルポイントのバッジがついてるやつですね。なので6999円以下のものを買った場合は、他にダブルポイント対象商品をもう1個買わないとキャンペーン対象外なのでご注意ください。ちゃんと倍になってるかどうかっていうのはね、一番最後の注文確認のところで確認はできるので、そこでね一応確認はしておく方がいいと思いますね。期間中のポイント獲得例を載ってるので、これを見てみると、ダブルポイント対象商品で 5% までのポイント還元率であれば倍のポイントがもらえますね。 6% 以上、これはダブルポイントの還元率というのは1アイテムの注文金額の 5% までしかダブルポイントが付与されないので、そこはご注意ください。この真ん中のやつ見ると分かるんですけど、3000円で 10% のもの買って、倍であれば本来もう 10% なんですけど、上限が 5% 倍なので、こちら 5% になってますね。ポイント300ポイントに 5% の150ポイントが足されたら450ポイントという形になりますね。ダブルポイントで還元されるポイントは1回の注文につき最大5000ポイントまでなので、それもご注意ください。だから5000ポイント以上になっちゃう場合は注文を分けるとかするといいと思いますね。これ1注文につきって書いてあるので問題ないと思います。まず最初はこちらですね、マーシャルのワイヤレスポータル防水スピーカーウィレンですね。ただこれなんかね、 Google 翻訳にかけてみたらね、もともとオランダ語みたいらしくて、ウィレンじゃなくてウィレンだっていう説もありますね。どっちが正解なのか僕は分かんないです。これマーシャルの Bluetooth スピーカーで、こちらが 11% オフの 15,980 円になってますね。ポイント還元率が 10% なんで、1598ポイントバックされます。さらにダブルポイントが上限 5% なんで、799ポイントついて、合計2397ポイントバックされますね。大人気のね、マーシャルのスピーカーなので、欲しい方はこれを機会に購入してみてはいかがでしょうか。次もマーシャルのワイヤレスポータブル防水スピーカーで、エンバートンセカンドですね。こちらが 28,980 円で、ポイント還元率が 10%、2898ポイントバックされ、さらにダブルポイントが上限の 5% で、1449ポイントつくので、合計4347ポイントバックされますね。実質24,000円ちょっとぐらいで買えますね。マーシャルのスピーカーね、やっぱすごい人気あるんで、安くなるとすぐ売れちゃうんですよね。で、次もマーシャルで、ノイキャン対応の完全ワイヤレスイヤホン、モチーフセカンド ANC ですね。こちらが 29,800 円のところ、ポイント還元率が 10% で2,980 円で、ダブルポイントが上限の 5% の1,490 ポイントなので、合計4,470 ポイントバックされますね。実質2万5000円ちょっとぐらいで買えるので、まあお買い得ですよね。で、次はショックスのオープンランですね。オープンイヤータイプのワイヤレスイヤホンですね。こちらがですね、17,880 円で販売され、ポイント還元率が 10% なので、1788ポイントバックされ、ダブルポイントが上限の 5% なので、894ポイントつくので、合計2682ポイントがバックされますね。実質15,200円ちょっとぐらいで買えるのでお買い得ですよね。で、なんかプロモーション情報っていうのが出てて、ランニングポーチがね、タダで買えるので、ショックスのイヤホン買うときは必ずこっちのランニングポーチもね、一緒にね、カートに入れておきましょうね。たまたま電車でショックスのオープンイヤータイプのイヤホン使ってる人がいて、音漏れとかどうかななんて思ったんですけど、全然漏れてなかったですね。これって音漏れしないんだなと思って感心しましたね。まあもちろん電車の
ね、走行音で書き消されてるっていう話もあるんで、なんとも言えないんですけど、まあでもすごく優秀だなと思いましたね。次はですね、AAG の小粒です。こちらが6980円で売っていて、ポイント還元率が 10% なので、698ポイントつきます。さらに、ダブルポイントとして、上限の 5% なので、349ポイントバックされ、合計1048ポイント、ポイントがつきます。だいたい5900円ちょっとぐらいで買えるみたいな感じですよね。ただ問題あるとすると、1回の注文でダブルポイント対象商品を7000円以上買わないとキャンペーンから除外されてしまうので、プラス何かね買わないといけないんで、ダブルポイントついてるやつと一緒に買うといいと思いますね。ここだけちょっとね残念ですね。次はね、ファイナルの VR3004 ゲーミングですね。こちらは7980円で販売されてまして、ポイント還元率が 10% で798ポイントバックされます。さらにダブルポイントが上限の 5% なので399ポイントつきますね。なので合計1197ポイントバックされます。実質6783円で買えるみたいな感じですね。ファイナルはね、音綺麗なんでね、興味のある方はね、購入してみてはいかがでしょうか。次はアンカーのリバティ 4NC ですね。こちら 12,990 円で販売されてまして、ポイント還元率が 21%、 2728ポイントまずバックされます。さらにダブルポイントが上限の 5% つくので649ポイントバックされ、合計3377ポイントバックされます。まあ、これすごいですね。実質9613円で買えるみたいな感じですね。やっぱアンカーちょっとクレイジーなところありますよね。アンカーはリバティシリーズは最初の頃は結構ね、ハイがきつくて、ちょっとあれだななんて思ってたんですけどね。もうリバティ4になってからもう自然な感じになってるんで、おすすめですね。機能盛りだくさんで1万円以下で実質買えるんで、すごくおすすめですね。こちらのアンカーサウンドコア、リバティ 4NC の動画ありますので、よろしくお願いします。次はですね、アンカーサウンドコアスペース A40 ですね。こちらが 12,990 円で販売されてまして、さらに700円付のクーポンがついてます。ポイント還元率が 27% の3507ポイントバックされて、ダブルポイントが上限の 5% なので649ポイントついて、合計4156ポイントバックされますね。これすごいっすね。ポイントのバックとクーポンを合わせると実質8130円で買いますね。まあ、安いっすね。僕がね、結構このスペース A40 って好きで、アンカーの中だと一番自然だったなって感じしますね。で、しかもマルチポイントにも対応してるし、LDAC なんかにも対応してるんで、おすすめの完全ワイヤレスイヤホンですね。こちらのアンカーサウンドコアスペース A40 の動画ありますので、よろしくお願いします。次はですね、アンカーサウンドコアスペース Q45 です。こちらはですね、 14,990 円で販売されてまして、ポイント還元率が 21%、 3148ポイントついてます。ダブルポイントが上限の 5% で749ポイントつくので、合計3897ポイントバックされますね。実質 11,093 円で買いますね。アンカーのワイヤレスヘッドホンで、ウルトラノイズキャンセリング 2.0 にも対応してるし、 LDAC にも対応してるんで、スペックの高いヘッドホンだなと思いますね。ただね、ヘッドホンでね、ノイキャンついてると音の遮断率っていうのは高くなってくるんで、外で歩いた時に車に気がつかなかったりするんで、ここは注意した方がいいですね。電車の中とかだったらいいんですけどね、歩いてる時は外音取り込みモードにした方が安全だと思いますよ。次はモバイルバッテリーですね。アンカー622マグネティックバッテリーマグ5です。これ 5000mAh のマグセーフを使ったマグネット式ワイヤレス充電器ですね。これが6490円で販売されてまして、ポイント還元率が 7%、 454ポイントで、さらにダブルポイントが上限の 5% ついて324ポイント、合計778ポイントバックされます。なので実質5712円で買いますね。アンカーのマグネット式のワイヤレス充電器はね、すごく人気あるんで、こうやって安くなった時にね、買うといいと思いますね。次はですね、アンカーユーフィーセキュリティスマートトラックカードですね。これはアップルのサガスに対応した紛失防止トラッカーってやつですね。こちら3990円で販売されてまして、ポイント還元率が 11%、 439ポイントつきますね。ダブルポイントが上限の 5% で199ポイントつくので、合計638ポイントバックされます。なので実質3352円で買えますね。カード式のトラッカーなので、財布の中に入れて使ったりとかできるんで、すごく便利ですよね。で、最後はヤマハのギターアンプですね。 THR10SECOND です。こちらまず 9% オフになってまして、34,979 円で販売されています。さらにポイント還元率が 10% なので3498ポイントバックされますね。
ダブルポイントが上限の 5% で1749ポイントをつくので合計5247ポイントバックされます。なので実質29500円で購入することができますね。これはヤマハのねデジタルアンプでこういう感じでコンパクトなねサイズになってるんですけど、これ単体で音は出せます。中身はデジタルアンプの先駆け的なライン6の音をそのまま入れてる感じなんで安定していい音がしますね。ヤマハも昔ね独自でデジタルアンプ作ってたんですけど、あんまり音良くなくてなんですけど、まあライン6買収してそれの技術を取り込んだんで、このヤマハのアンプはねちゃんとギターアンプの音をしたね感じになってるんでおすすめですね。はい、以上です。今回はね、Amazon のダブルポイント祭りで見かけたおすすめアイテムを紹介しました。GT Max ガジェット部のブログでも紹介してるんですけど、ブログの一番下の方に動画にするほどじゃないけど、一応対象商品にはなってるみたいな感じのやつをまとめてあるんで、そちらもね、ご覧ください。商品が被ってたりとか、あと、ポイント還元率が 1% とか 2% ぐらいだとあんまテンション上がんないんで、そういうやつはこういう風にね、まとめたんで、気になる方はね、そちらもご覧ください。よろしくお願いします。今回の動画は参考になれば幸いです。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。